じゃあ、そういうことで、はい、雑談会いきますか。はい、雑談会ですね。まあちょっと雑談会に回した内容としては、あの料理の元祖で少し思い出したことがあって、あのローカルトークに若干なるんですけど、あの長浜屋の元祖はどこなのかっていう話が出る。ああ、長浜屋、知らないです。長浜屋？あの、それでもまず知らない。豚骨ラーメンの中で長浜ラーメンっていう有名なラーメンの種類があるんですよ。ああ、ありますね。豚骨ラーメンの中でもさらに小分類で長浜ラーメンっていうのがあって、はい、そこの元祖が、家系みたいな感じかな。なんかそこの元祖がどこのお店なのかっていうので確か3店舗ぐらいで揉めてるっていう話をなんかつい思い出して、長浜屋起源説で揉めてた、ね。まあ、ありそう、まあ、名前としては、まあ、全部長浜屋なんですけど、元祖長浜屋と元祖ラーメン長浜屋ってあってでこの2つ目の方の長浜屋っていうのは、うん、あの場所が福岡市の中でも中央区っていう場所にあるやつなんです。で、その元祖長浜ラーメン長浜屋っていうまんま同じ名前で博多区にあるやつがあって、その3つでなんかあのうちが元祖だって言って揉めてるっていう話はよく聞きます。あ、お互いに揉めてるんですね。お互いに揉めてるらしいんですよ。それだから師匠筋とかではなくて、なんか分家したとかでもないんですか。いや、なんか風の噂聞いたのは、あのこの3つがどっちなのかは分かんないですけど、もともとやってたラーメン屋さんが潰れて1回、はいはい、で、うん、その隣に確か新しくまた建てたらしいんですよ。まんま同じ名前のやつ。ほうほうほう。で、確かお弟子さんかなんかそういう感じだったと思うんですけど。ああ、もうやっぱりそうか。はい、で、その建てた後にもう1回その1回潰れたやつが復活して、いや、それそもそもうちの名前だから、ほうほうほう、いや、お前潰れたろっていう、なんか喧嘩が起こって、あめっちゃ。あー、ありそう、そういうのありそう。だから、でも、そうか、長浜屋以外にも、多分ラーメン界隈、そういうの多いですよね、多分なんか、はい、なんだっけな、武蔵じゃなくて、なんか、そんなあった気がするな、関東圏でも。あー、麺屋武蔵さん。麺屋武蔵だっけな、麺屋武蔵もめっちゃ、まあ、なんか、いくつかあったはずで、麺屋武蔵じゃないかもしれないけど、うん、なんかそういうこののれん分けの過程で誰が本気かとか、はい、そう、あの独立してこっちがそうで、あとの人が元祖って名乗ったりするかもややこしくなる、ね、そうなんですよね。元祖って名乗るところと、もう元祖って名乗れなくなったから本家にして、うん、本家と元祖のこう、はいはいはい、意味がこう見たことある、うん、よくあるやつですね、はい、確かに確かに、それはわけわかんなくなるわ、うん。いや、もうすごい風の噂でその話も聞いたっていうぐらいですし、あのシルクロードみたいな何百年の歴史って比べたらここ数十年の話なので確かに、いやだから狭い話よね。でもその狭い範囲でもどこが元祖かって揉めるんだから、この長い歴史の中でどこでこの料理が発生したっていうのを、まあつぶさに書いてる歴史書があったとしても、歴史書だって本当かどうか分かんないわけですから、まあね、あのどこが起源かって話になると、もう揉めるっていうのはね、想像はつきますよね。ああ、まああれかな、え、料理って著作権みたいなと、やっぱ当然ない。レシピっていうものがあるじゃないですか。レシピって基本的にはアイディアに分類されるはずで、アイディアっていうのは著作権がないんですよね。ああ、なるほど、うん、そうだね。料理も誰が一番最初に、なんかあの例えばあんこを作るときに砂糖とちょっと塩入れると甘くなるよみたいな言い出したかなって、もう分かりようがないので、はい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 、分かりようがないですね、確かに、はい、しどこまでをあのアイディアと見なすかもまあ分かんないですよね。それもだって別になんか甘いものにちょっと塩入れたらちょっとそれ引き立つみたいな、昔からずっとある話で、はい、でもなんか例えば何だったかな、実際に、裁判になったのだったか、裁判になる手前で和解したとか忘れましたけど、なんか例えばですけど、これも具体的な覚えてないんで、例えばですけど、ケーキ屋さんがありますと。で、ここのお店にしかない独特の製法があります。で、そこの、その独特の製法の、例えばチーズケーキだったとして、そのチーズケーキが、うん、まあ主力商品でめっちゃ売れてます、うん、だけどそのレシピを思いついた人が、はいはいはい、その、まあ、パティシエがその店を抜けるときに、その同じレシピで他の店を始めるのは
いいのか悪いのかみたいな、あ、まあまあそうですね、もうあって、うん、でそれは結構、なんかあちょっと結論は忘れたんですけれども、そういうところで揉めやすいから、それこそさっきのラーメンの、元祖本家とかいうのはもう、もう揉めるのは目に見えてるというか、あるあるそうですね、うん、まあ別に人の記憶消せないですしね、そうですね、一回教えちゃったら、うん、それそこで修行したらそっちの味になっちゃいますしね、うん、まあなっちゃいますね、うん、そう別に味覚もそうよるだろうし、うんうん、そうだよな、それは難しいよな、確かに。じゃあレストランとしてやって儲かっているというのはどういうことなんだろうかみたいな話になりますもんね、究極、うんうん、すごく難しい話になる気がしますけど、うん、その辺は。でもそのレシピに基づいて作ったっていう証明をどうするかっていうのも難しいですよね。うん、うん、確かに。なんかもう本当にいろんなレイヤーで無理が生じるというか、どうしようもないっていう感じしますよね、それで。誰かゆる法律学ラジオやってくれないですかね。あ、確かに法律学もないんだな。ね、確かに最初のあのサンプル動画だけね、法律学、うん。そうでしたね、はい。うんうん。お笑い芸人の方でしたっけ、リップグリップさんですかね。あ、そうそう、リップグリップさん。あ、忘年会もいらっしゃるんでしたっけ。ああ、あの、ゆる言語学ラジオの大忘年会にもいらっしゃる。あ、そうそうそう。MC されるんですよね、確か。そう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 。壇上に上がって、なんか、場を回すみたいなことをやってくださるらしいですよ。うんうんうん。なるほど、なるほど。そっか、またじゃあそこで話聞けるかな。ゆる言語学やってくれるか分からないけど。まあ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 。うーん、そっかそっか、それ難しい話だな。どうか取っちゃったらいいんだ、うん、なんかそういうレシピの話で思い出したのは、服屋の方が、はい、確か、うん、あの明太子の会社ですけど、服屋って、ああ、その服屋か、その服屋、ね、どれですか、あのアパレルかと思って、そうですか、その明太子の服屋さんで、はい、ひらがなの、そうですね、そっちの服屋で、はい、で、はい、あの方が一応最初って言ったら語弊があるか、あの、まあ結構明太子っていうのを総菜としてに割と広めた第一人者の中の人なのかな。ああ、からし明太子ですよね、確か特に。そうですね、はい、うん、そう、あ、はい、でもあの方は確かそのレシピをひあの自分の会社の中で閉じ込めずに、なんかお客さんとか営業の人、うん、その企業の人とかからもなんか教えてくれって言ったら普通に教えたっていう話は聞いたことあるんで、うん、まあ、総菜だから、うん、別に一般に広めた方がいいでしょっていうような気分だったらしいですけど、本人は、うん、はい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 、あれはな、なるほど、うん、あれはなんかあのその話を聞いた人あの話してくれた人からはなんか特許を取らずに広めたのが偉いみたいなことを言ってたんですけど、 あのですね、それの場合は商品化するじゃないですか、はい、その場合は特許取れますよね、はい、あ、なるほど、だからまあ、まだ特許詳しくないから何とも言えんけど、でもまあ商品化のねの時には特許取れますよね、だからこう、まあだから、うん、どのラインかガチで分かんないな、もう本当にゆる法律学ラジオ欲しい、著作権でいろいろその基準が違ったりするんでしょうね。すみません、ちょっと掘り返して。まあでも特許に出願するとね、レシピがバレちゃうっていうのもあるんで、あ、まあ、だからコカ・コーラは ね、特許取らないですよね。なんかコカ・コーラのレシピがすごいあの企業秘密になってるんですよね。なんか2、3人しか知らなくて、特許にも出さないんですよね、あそこね。うん、そうですね。うんまあ、ドクターストーンではパクチー入れるとそれっぽくなるぜみたいなことだけど、どうなんですかね、やってみてないから分かんないけど、あ、うん、あのね、あのコカ・コーラに関しては都市伝説的にやばいものが入ってるって言われてますけど、ね、もう本当都市伝説だと思います。まあでも、え、本当は最初やっぱコカが入ってたっていう話はね、よくありますよね。まあ法規制やされた後は当然普通に考えればなくなっているんでしょうけど。それもなんかあれじゃないですか、あのラーメンの化学調味料があっていいのかないのかみたいな、あ、うん、どこまで認めるかみたいな、あれも宗教戦争みたいなところもあるし、ね、あれもちょっと怖いからアフレンとこってなんですけど、うんうん、なるほど、うん、いやまあ著作権とか特許とかの問題はね、別にあのなんか科学のサイエンスの世界でも非常によくある問題なんで、うん、我々もなんかあの特許と、まあ、論文出すのと同じぐらいの成果として、まあ、認められるわけですよ、研究者としては特許を取ると。なんでなんかその
まあ、特許の取り方講座みたいなのもよく研究所とかでやってるし、あの専属の、まあ、その弁理士さんっていうのがいて、うん、その特許取る専門の仕事の人がいるんですけど、はいはい、あの弁護士の弁に理科の理ですね、理学の理で、うんうん、あ、そうそう、なるほど、弁理士さんっていう人がいて、うん、そういう人たちはもう専門で、やっぱこういう技術だったら、まあ、もちろんだから、そう、科学技術を理解できなきゃいけないし、ある程度、うんうんうん、でこういうことだったらこういう商業的な応用ができそうですねっていうのを全部想定して書き連ねておかないと、特許としてこう、まあ、効果はないわけですよ、うん、なるほど、ここまで使えるはずだから、ここまでちゃんと権利として取っておきましょうっていうことをやらなきゃいけないんで、うん、そういう仕事の人がまあいるわけですけど、うん、そういう人と話して、まあ、特許を取りましょうっていう呼びかけがなされることも多数あるけど、まあ良し悪しでもあって、それを特許取っちゃうと他の人がその間使えないわけですよ。ああ。でこれはちょっと半分眉唾で本当かどうか知らないですけど、でもこれ学校の先生に聞いたのかな、なんかどっかのアメリカの研究所が、まあ、ロボットの研究をしてて、ほうほう、でロボットのロボットアームにカメラをつけて、そこからフィードバックするっていうことをやった人が、なんかそれ特許取っちゃったせいで、みんなロボットアームとカメラのフィードバックみたいなのをなんか10年ぐらいみんなできなくなったっていう話をなんか聞いたことあって、まあ、それはなんか大げさに言ってるかもしれないし、もっと部分的なものかもしれないですけど、研究室レベルでもダメなんですか？あ、そうです、まあ、だから、研究ってなるとも、まあ、いいのかもしれないですけど、例えばそういうのでスポンサーつけられなくなったり、企業絡めなくなったりもするし、まあ、当然製品化もできないわけなので、うん、なんかそういういろいろ結構障害が、まあ、少なくとも障害増える方向ですね、まあ、いちいち許可取らなきゃいけないとか、うん、あの特許料を払わなきゃいけない場合も多分、まあ、存在するし、うん、商業誌に最後論文として載せるわけなので、そういう時どうなのかとかって話にもなっちゃうんで、あの特許を取ったせいで進まなくなったみたいな話も、まあ、分野によってはありますね。なるほど、それなんか難しいトレードオフの話ですけど、うん、まあ、それもなんか場合によるのかな、なんかそうですね、スマホとかなんかも特許の取り合いですからね、はい、あの辺のガジェットはね、よく裁判してるイメージ、そうそうそうですよね、確かにそんな裁判ありましたね。でも確かに特許取れるかどうかとか、ほとんど弁理士の腕の良し悪しで結構変わっちゃいますからね。そうですね、だから弁理士がその枠をここからここまでの範囲を引くときに、範囲の引き方が狭すぎると、それになんかプラスアルファちょっとつけただけで、これは別のアイデアだから引っかからないっていうふうに言われちゃうこともあるんで、その線の引き方が大事なんで、だから結局弁理士の先生にどれだけこう自分がうまく伝えて理解してもらえるかがまず第一 で、あとはその弁理士の先生がその特許の審査官に対してどれだけうまくプレゼンできるかってい う, いうの次第なんですね。だからその向こうの審査官のあたりにもよるし、くじ引きみたいな、まあ、くじ引きみたいな部分もあるし、やっぱり専門性を問われる部分でもあるというところですよね。まあ公務員の方相手にするときはくじ引きですからね、あれ、うん、それもなんかちょっとファゲタさんがボソッと言う闇があります。ありますよ、あの、まあ、別にこれは、まあ、言ってもいい話だと思いますけど、なんかやばい、はい、あのその公務員の方のブラックリストみたいなのが上がってるっていうのを聞きますし、やば、のこの人の名前出たらやめとけっていうのがあるんですか、ね、はい、なんかなので、その人がなんかその担当になっている案件を誰も取らないっていうのがあって、あ、そっか、使用、まあ、そっか、土木だったら例えば、あれ、その入札制度とか、ああ、なるほど、なるほど、どこどこからどこどこの区間の道路の設計をお願いしますみたいなやつがまず上がって、はいはいはい、でそこに、うん、あの役所の担当になる人の、まあ、窓口になる人で思うにの人の名前が書かれているんですけど、うん、それ見た瞬間に、うん、この人はやばいからやめようみたいなことが、うん、ブラック案件だ、はい、なんかそっか、話ちゃぶ台ひっくり返したり、仕様がぐちゃぐちゃだったりとか、ね、そういうことあります、あります、あの別に契約書に含まれてないんですけど、あの、いやいや、あのここに書いてあるからって言って、すっごいあやふやな書き方をしている契約書の部分だけ触って、余分に仕事を、あの、いや、ありそう、追加させるっていうようなことをやる、やば、怖っていうのを、まあ、やる自治体が一個あります。あら、大丈夫かな、結構やべえ気がするけどな。いや、ここまでは言えないですね。ここからは言えないですね。そこ言っちゃう、そこ言っちゃうとまずいです、ね、今回では分かんなくても、いろんな回をつなげてみると推理できるとかじゃないですよね。うん、こう少しずつ、まあまあまあ
もしかしたら ね、そういうこともあるかもしれないから、皆さんね、はい、あのゆるがくたわせ月間全部見てほしい。あ、確かに確かに確かに。いろんな情報を集めて。そうそう。そうそう、仮にミーさん特定されたとしても、いや、あの僕らはそうは言ってないです。できるので、まだ。いや、最悪逃げ道があるやつが一個あって、あの、いや、まあこれいつかやろうかなと思ってはいるんですけど、さすがにやばいかなって迷ってるやつが、あの、うちの業界誌みたいなやつで、はい、まあ、発注者、あの受注者が選ぶ、まあ、要はその実際に設計する人たちですね、うん、が選ぶ、うん、あのやばい自治体ランキングみたいなのが できたんですね。アンケート調査かなんかに、雑誌に載ってるんですか？あ、雑誌に載ってるんですか？全然大丈夫ですね、振るなって問題ない、はい、公開情報ですか、はい、この雑誌のこの号を引用しますってちゃんと出して参考文献として紹介するのは何度もだよ。それ別にファキタさんの意見でもないですね。それは全然ありですね。面白そうとか、その業界の闇みたいなの興味あるな、はい、それで、それは、まあ、はい、それでよく風の噂に聞く自治体がやっぱり成績はあのそのアンケートでめっちゃ悪くて、あ、やっぱりかっていうそういうやはり風の噂って届くんですね。届きますね。あ、はい、と届きますね、うん、そっか、自治体はそうかもしれないし、まあ、我々の業界でもあの研究室とかになるとやっぱ噂に届きますよね。まあ、僕が大学生になったぐらいからやっぱツイッターが入りだしたので、やっぱこう、うん、ツイッターでのすごい情報があのちょっとあの調べるとね、あーなんかもう簡単な不正事とかでね、すごいディスってるのとかいっぱい見えて、あーこれ、あーこのそうそう、なんとか県とかの不正事で書いてあって、もうちょっと、あーこの研究室か、あーこんな感じなのか、やめとこっかっていうのがありますよね。それこそこういうこと言っちゃうのもあれですけど、うん、そう、ノーベル賞を取ってる某有名研究室の中でも、あそことあそこはやばいよねって噂、有名なところありますから、あんな、あ、もうあれでもうね、表彰されちゃってもなんか浮かばれないみたいな話もね、あったりするんで、やっぱ、まあ、その分ね、あの学生たちが働いてるってことでもあるんで、あのそれはいい成果が出ますけど、それでいいのか果たして、ね、なんか空気が重たくなってきたな。話を変えましょうか、はい、闇の雑談でしょ。いや、あ、担当者ガチャで言うとなんかあれもそうですよね、うん、あのアップルとかのアプリの審査官も結構ガチャだって言われてて、全然通らないんだけど、その一回担当者が変わるとすんなり通るって話があって、こう、あの作ってるそういうデベロッパーとかはいかにこの担当者のガチャをリセットするかっていうののノウハウが結構伝わってるみたいですね。リセマラね。そうそうそう、社員の会社自体もリセマラ、そうそう、何ヶ月待つと大丈夫とか、なんかいろんな情報がなんか聞こえてきますけどね。おもろ、めちゃおもろい、やっぱ審査官によってこういろんな思想を持ってる人がいるから、こういうアプリは絶対いるさみたいな人がやっぱりどうしてもいますからね。じゃあどうせあの審査官の話するなら、でも堀本審査官の話をして、ああそうですね、Kさんもいるので、やっぱりちょっとあのガクトハウスの闇をじゃあ教えてもらって、闇ってないよないですか。そういえばね、この前なんか夏木さん来てたじゃないですか。その時聞いて面白いなと思ったのは、何ですかね、うん、それぞれのガクトのそのキャラ付けみたいのが結構あるじゃないですか。例えば佐藤さん、はいはいはい、結構シリアスなシーンが多くてすごい考えてとかいろいろあって、でもその佐藤さん あのコメントが結構僕特徴的で、結構この人すごい考え方違うなと思ってたんですけども、まあ夏木さん曰く、うん、いやみんな同じようなことを実は裏で言ってるよって話で、ただそこを切り取られただけだよっていう話をしてて、うん、あ、なるほどと。で前あの、ゆる聖書学の小林さんかがこういろいろテレビの番組の作り方とかって話してた時に、はいはいはい、それぞれにやっぱりキャラを持たせた方が見てる方は人数が多いんで分かりやすいって話をしてたんですよね。でそういう目で見ると、全部あれ収録が全部終わってから編集入ってるんで、どういう、はい、このキャラをどうやっていこうっていうのはもうゴールができてるじゃないですか、はい、なので、はい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 、それで例えばあのなんですかね、結構序盤の方から K さんがこう頭抱えてるとこ見てたら、あ、この人は多分このあとずっと最後まで頭抱えるキャラで作られてるんだろうなと思ってたんで、今日の見て、ああなるほど、もうそういう風に路線が引かれてるんだなとちょっと思って見てました。そうですね、そういう意味ではその黒川さんとかね、今日のあれが出るまでは割とひょうきんなキャラでずっといくのかなと思いきや、そうですね、みたいなのありましたけどね。あと結構台本も理屈考えてきっちり作り込む人とか、相手見て相手がこういうタイプだからって考える人とか、いろんなタイプが分かれて、そこがすごい面白い
いなと、まあ、本編はね Spotify で聞けばいいんでしょうけど、うん、本当ですよ。本当はあの私はずっと頭抱えてたわけじゃないんですからねですよね。あ、そうなんですね。あれは あくまでそういう部分をやっぱ切り抜けた演出だったんですね、うん、まあ、ですね、一個、インタビューであのこの前夏木ちゃんが出た時に言ってたのもあるんですけども、うん、あの、うん、夏木ちゃんはやってなかったけど結構インタビュー撮り直ししていいですかって言ってる人がいたみたいなことを言ってて、まあ私はあの撮り直しっていうかちょっとすいません、撮ってもらっていいですかって、自分も自分のそのインタビューの撮る番じゃないけどちょっと言いたいことあるんで撮ってもらっていいんですかっていうことはやったんですよ。でまあそういうことをやった人他にもいるらしいんですけど、でそのその内容は使われませんでしたが、あ、そうなんですね。あ、それもう通り過ぎてしまった、通り過ぎちゃったんですよ。で、あ、じゃあその話はちょっとそうですね。でその内容っていうのが、はい、2日目の朝に、すいませんちょっとインタビュー取ってもらっていいですかって言ったんですけど、私の中では、1日目私すごい優等生やっちゃってたなっていう反省があったんですね。なんかこう一生懸命話を聞いて真面目にやりすぎたなと。でもうちょっとこう肩の力抜いてやらなきゃなと思って、カメラマンさんにインタビュー撮ってもらっていいですかって言って、でそれで私もっとふざけますって宣言したんですよ。そうそうそう、それでだからまあで森藤さんと一緒にやって、で聞き手をやった時に、はいはい、あんまりそのふざけが出なかったので、うん、あー暴れられなかったって言ってたのはそれなんですよ。なるほど、なるほど、なるほど、そうそうそう。だから本当うん、そういう面あの時点では作戦失敗と思って割りかと悔しいってジタバタしてるって感じですね。特に聞き手としては話し手の時はもうふざけ倒してるので、まあね、うん、それは割りかとうまくいったんですけど、まあ、1本目の時点でもね大概藤井聡太とか言い出してどうなるかと思いましたけど藤井聡太ですって言ったやつですね。いや、そう、いや、そっかそっか、なるほど。なんかじゃあ他に例えばそのインタビューのとかもそうですけど、そのやっぱカットもされてるはずだったと思いますけど、そのなんかガクトハウス本編見た時の印象と実際あったらなんか違うぞこの人っていう人とかいます？印象が違う人、もうちょっとこうだけだみたいな、うん、印象が違う人っていうのはなんかなんだろう、私はそのなんだろう、立体的に見ちゃってるからなかなか難しいんですけれども、まあこれ結構みんなもっと仲いい感じでなんか結構雑談とかしてるんですけど、それは結構まあカメラ回ってないから安心して雑談してる時とかもあるので、だから実はこことここ結構仲良く喋ってるよみたいなことは発生していたり、あとね、今、うん、言うかどうか悩んでたんですけど言いますね。私一人怒らせました。マジですか？何したんすか？いや、まあまあ正確に言うと怒らせたっていうよりも、いや、なんか、うん、まあ簡単に言うと平田さんなんですけど、哲学の、はい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 、で私結構そのああうまくいかないなってこうね頭抱えがちだったんで、いや結局私の料理学は実学、まあ割かとその実践的な学問的な意味合いで使ったんですけど、本当の実学にはちょっと実学の定義を言い出すとちょっとあれなんですけど、私はなんかこう、はい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 、割かと実践的な実生活的な学問だなと思って、うん、あやっぱ私の料理学は実学なんですよねって平田さんにちょっと愚痴る感じで言ったんですよ。あ、まあ、ポロッとね、ポロッと。そしたら、はい、平田さんがそれ僕に言わないでくださいよ、僕は虚学なんですよって言われて、うん、虚無の虚ですね、だから実学とはまあ真反対であるわりかと、まあ虚学は別にその、うん、そしる言葉ではないんですけれども、うん、その、はいはいはい、まあ要は反対にある学問の僕に言うてもみたいな感じで言われて、ごめんなさいって言って出しらべられてしまった。そう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 。
まあまあまあそうですね。彼もだからなんか最初の方のインタビューでも言ってましたけど、やっぱりその哲学ってなんか扱いづらいと思われてないかみたいなことが気にしてましたよね、最初はやっぱね。うん、なんかその嫌がられてるんじゃないかみたいな、でも結構話したいけどなと思いつつも、まああのなんか本編見てた時に堀本さんとかのコメントで、あのなんかなんだっけ、エアプ警察として恐れないって書いてあって、いや確かにエアプ警察だったら怖いなと思って。まあ、そう本人は全然エアプ警察はしてなかったんですけどね。でもやっぱね、私なんか哲学引用しないから、まあ、そこまで恐れてなかったですけど、引用しようっていう台本作ってる人とかだと、まあね、ビビりますよね、うん、それはね、まあ、できないですよね、そうですね、なんかね、Spotify の方でもそれ以上言わない方が身のためですとか言われてましたが、弁証法のところですかね、ですね、弁証法のところで、平田さん結構すごくなんだろう、もうすごく優しい方で、話しててもうんうん聞いてくれるし、で適切に言葉を選んで喋る方なので、すごく話しやすい方なんですけれども、こと収録になるとすごい、なんだろう、言葉が的確にザクザクってくる印象でしたね。なるほどね、はい、なるほどな。じゃあオフの時とオンの時というか、その収録以外の時と収録の時で少しキャラ変する、キャラ変までいかないけど、そういう感じだったんですかね、なんかイメージ的には鋭さが増すイメージ、まあまあ私の勝手に受けた印象ですけど、なるほどなるほど。あでもゆるかくてハウス見ててもそんな雰囲気はありますね。そうですね、なんか、二次審査の動画とか見ても結構そういう鋭い感じの人の印象があったのが、本編の動画を見て普段の様子見たら、あなんか意外とこうふんわりとしたこう優しそうな方なんだなってちょっと安心した覚えがあったんで、はい、聞きたいことあってもそのこの後の展開とか聞くわけにいかないんで、なかなかどこに触れているのか難しいですよね。すごい気にはなってますけどね。そうなんですよね。別になんか突っ込んだこと聞かれても、あ言えませんって返すだけなんで全然いいですよ。そうですね。なんか結局堀本さんが徹夜でやりますとか言ってるけど、結局夜遅くまでされたんですか、あれは。言えないですね。あ言えないですね。あなるほど。ちなみに他になんか収録以外と収録の時でなんかキャラ変わってるまではいかないか、まあ、ちょっと雰囲気変わったっていう人いたんですか他に。私の中では吉野部さんの印象がすごく変わりました。見てる方気づいてないかもしれないですけれども、吉野部さんと私がその、フィーリングパーソナリティでこう組んだじゃないですか、で、その、前日の様子、バーベキュー後のだから1日目の様子の時に、はいはい、私吉野部さんと全然喋ってないんですよ。まあ、全然っていうと言い過ぎだけど、そこまで喋ってないですよね、はい、でまあ、フィーリングパーソナリティは一緒になったから、私の中の吉野部さんの印象が一番最初の雑談で撮ったラジオの印象、だから佐藤カタリアさんとユキさんと私と吉野部さんの4人で撮ったあの時の印象が一番強烈にあるんですよ吉野部さんが。で何でしょう、その Spotify でその初めて急に撮らされたあのラジオを聞くと分かるんですけど、吉野部さん借りてきた猫みたいな状態だったんですよね。最初そうでしたね。そうそうそう、もちろん的確にね言ったりすることもあったし、私がドローンの話をなんでこうオスバチなんですよって振ったからうまいこと言って、なんか吉野さんが喋るシーンもあったんですけど、全体を通すと私と語り屋さんばっかり喋ってて、佐藤さんがばっかり喋ってて、まああれはもう全員が必死っていう状況なんですけども、だからまあ、私も触れなかったんですよって言ってたのは、吉野さん喋れなかったごめんなさいっていうのがあって、それで
あ、戻ってきた。そのだから1日目の時は、吉信さんは借りてきた猫みたいに おとなしいなと思ってたんです、私の中では。なぜなら、はいはいはい、黒川さんとか浦下さんたちと喋ってたのってあれ本当に部屋の隅っこなんですよ。なんでめっちゃ盛り上がってるのを全然知らなかったんですよね。で私は基本的に、まあ他の方とも喋ってましたけど一番長いこと喋ってたのが越山さんと夏木さんだったかなと思うので、もう吉信さんの印象がもう完全に、雑談ラジオの時の借りてきた猫みたいにもう、ああ言いたいけど入れない入れない この佐藤さんと私が喋り倒すから間に入れないっていうあの状況の印象が一番強かったんで、だから吉信さんと、まあ、もちろん、組むのは不安だったとかはないんですけれども、でもまあなんだろう、私の中では化けたなっていう感じはしました。本性出しだったなみたいな。まあ言っちゃあれですけど、だいぶ暴れ馬というかなんかすごかったそうで、自由な感じでしたね。そうですね。その警察との一本目の私は。そうそう。いや、僕の中ではあのパンゴリラさんと一回でもいいからラジオ撮ってほしいっていうのはありますね。吉野さん。吉野さんと。うん。ああ、吉野さんと。暴れ馬って聞いたのでなんか馬と言ったらアルフさんじゃないですか、ですね、そうなんですけどアルフさんそんな暴れ馬じゃないかな、確かに確かにあの本編のその話で K さんが1回目のラジオが台本10行だったっていう話を聞いた時に、僕真っ先にパンゴリアさんのことを思い浮かべて、あのリアル収録した際に僕聞き手でパンゴリアさんの話聞いたんですけど、その全体確か1時間ちょっとぐらい喋ってたんですけど、その台本が25行しかなかったっていうのやだしあれですよね、極めつけはなんか 5,6 文字の一単語で、すみません、あれはちょっと誇張しちゃったんですけど、あのモグラっていう3文字のところで5分ぐらいさあのずっと喋ってたっていうのはすごい。しかも あまりにも顧問せずバグりすぎてて、あのあちょっとネタバレになっちゃうな、これモグラってこうじゃないですかって言った時のそのこうじゃないですかっていう知識が全く分からなくてうーん、いや知らん知らん知らんって思いながらそれ聞きでファゲタさんでよかったなってやつですよね、はい、それまあまあまあ面白いな、まあ、ファゴリさんも幅広いから知識が、なのであのもう完全に振り切っちゃって2人で2時間ぐらいずっと喋り続けてくんないかなって思って確かにその2人は面白そうですね。ゴリラさん普通に霊長類以外の動物詳しいですからね。詳しいですね、ありとあらゆる動物にめちゃ詳しいですね。まあそう逆にそうだからアルフさんが、まあ、逆に規定目で絞れてるのが不思議というか、確かに、そう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 面白いですよね、あの2人の話もずっと聞いてそうか、まあそういろんな人の話で出たタイミングでじゃあちょうどあれなんですけど、計算的にはこの人と話してみたいとかっていうのはありますか。まあ特に別館でか、まあ特に別館でとか、別館でこういう人 とそうラジオ撮ってみたいみたいなのを、そうそう前も夏木さんに聞いてみたんですけど、だいぶ忖度していただきましたけど夏木さんにはですね、なんだろう、まあふうん一緒にラジオ撮ってみたいだとなんか、その自分が聞き手なのか話し手なのかっていうのも考えちゃうんですけれども、ああ確かに確かに、ああもちろん、あじゃあそれぞれでじゃあいただいてそうですね、自分が話し手だったらまあなんだろうな、あのアントレさんとかリアクションがとっても面白い感じなので、だからすごい、まあ藤井聡太です並みのなんかようわからんことを言うて、はいはい、でそれで振り回してみたいなみたいな気持ちになりますね。確かに確かに、あアントレさん面白いからな、確かに、いいですよね、あの聞き手としていい化学反応になりそう。それは面白そう。そうですね、そしてまた昆虫食の話もありますね。アントレさん結構食べたことあるんですよね。この間もその話もちらっと言いましたけど、はいはい、で、
自分が聞き手だったら、あの住野さんの話聞きたいですね、はい、ありがとうございます。この前上がった Spotify に上がったゆる料理学ラジオがもう AI の話をずっとするっていう、そうですね、まあ、やつをやってしまったがために、私はすごい角野さんに怯えてはいるんですけれども、でも自分の頭の中では歴史年表見ながら、これは第一世代第二世代とか思いながら聞いてました。あ、 AI の AI の, AI の世代があるんですね。ちょっとその辺、その辺のあの補足も聞きたい。そうそうそう、聞きたい聞きたい。確かに、ただあの、ね、レシピを吐くだけのやつ、そうそう、うん、その時代その時代で AI ってバズワードなんですよ、ビジネス的な、うん、要するにあの前レオさんとも話したけど、まあ、家計費とか予算を得やすいワードなんですよね、はいはい、AI、AI を使いましたっていうと、だから昔で言うと例えば、まあ、将棋ソフトでもなんかちょっと定石を覚えさせただけで、なんか人間の定石をいくつ入れて AI 将棋とか、なんかそんな名前がついたりとか、とりあえず AI ってつけてるからなんかすごそうに聞こえるみたいなのもあるし、うん、そうですね、それはもうね、うん、ずっと言われてることですからね。本当に僕の生まれる前から多分 AI って多分言われてたんじゃないかな。うん、60年代ぐらいから多分あるはずですね。あれかな、最近の人で比較的有名、あ、最近つってもあれかな、まあ、でも結構ずっと教授とかで有名な甘利先生とか、うん、だって日本の先生だと有名な人ですけど、その人でも結構まあお年というか、まあ、住野さんよりは上ですしね、かなりあのベテランの先生、そういう人たちが若い頃からずっとやってるっていうはずなので、なんかずっと系譜が入りますね、きっと。その AI、僕がお世話になった教授がその学生の頃からその AI の研究とか一部やってたっていう話を聞いてますから、結構昔ですね。まあそうですよね、別に発想自体は大昔からね、なんか人間を模したなんか人形とかロボットとかできないかみたいな発想は、ね、あったのかもしれないし、まあ、それこそアイザック・アシモフなんては、まあ、かなり昔ね、SF でそういう話も書いてるわけですよね。アイザック・アシモフはあれですかね、あのロボットって言葉を生み出した人でしたっけ、うん、そうだと思います、確か、うん、そうだから AI の発想というか、その人間を模そうというのはもともと SF から来てるんじゃないかなみたいな話をちょっとこの前銀さんと話してましたね。まあやっぱ SF から来てる話はでかいですよね、やっぱりなんかこう、やっぱなんか若い頃に見たアニメとかにも影響されるし、そもそもそれでなんかこんなことができるみたいなのを想像するのも、やっぱ物語の中でね、 SF の中でやっぱり、うん、ワープとかしたいよねみたいなこととか、宇宙でこうね、戦争をしてとかいう話はやっぱあるわけですからね。そういうのできたらいいなとか、こういうレーザーの、ね、そうだそうだ、今ちらっとアニメの話が出たんで、はい、ちょっと私スミノさんに文句言いたいことがあって、はい、前回の愛席を見てたら、はいはい、マドカマギカっていう単語がスミノさんからパッて出て、はいはい、あ、出てましたね。で、まあ、さっき本編見てたら分かると思うんですけど、私のその2本目の台本のネタがマドカマギカなんですよ。はいはい、確かに、あの魔法少女やってますね。スミノさん先取りしないで。まさかのね。なんで出たんだろう、自分でも。それもスミノさんから出るってのもね。何の流れで話したんだったかな。なんか確かに言いましたね、マドカマギカを言いましたね。何だったか、エントロピーの話になって、ああそうですね、でそれでね、あのマドカマギカってもうかぶったと思って、いや、エントロピーを一般の人に説明しやすいとなったら、あの作品を見てると説明しやすい、でも見てないと説明しづらいっていうのがありますよね。はい、情報系だとね、あのおなじみの概念ですけど、あ、まあ物理でもそうですよね、エントロピーはおなじみの、物理でもそうです、はいはい、まあでもちゃんと説明するとなるとね、やっぱ難しいですよね、乱雑さとかって言われちゃいますけど、まあそれだけじゃな、まあそうなんだけどみたいな、これまたうにょうにょ始まっちゃうんでね。でも理系同士話してると、うかつにエントロピーって口走ってしまうのはよくある話ですね。あ、うん、よくないですね。そう、よくあります、あります、そう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 。もうあの物理だと実はエントロピーだけじゃなくてエンタルピーとか、ね、そうそうそう、いろいろ近似概念もいろいろあるので、その辺の、ね、区別もちゃんとしなきゃいけないというか、まあ、めんどくさいというか難しい話なんですよね。僕で熱力学とか統計学力学あんまり得意じゃなかったんで、あんまりまあまあでも重要な概念だ。もう僕も実際日々エントロピーを使って実験してるので、そうなんと、そう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 、その辺の話もしたいんですけどね、うん、なるほど、うん、まあまあまあ、そんな
感じですね。確かにそんなところでも、まさか愛席ラクトに出たわけじゃない。そうなんですよ。もうあーと思って、なんかもうなんか虫を食べるときに、なんかあの、うん、マヨネーズがどうとかって話が始まったときに、ああ料理学の分野とかと、なんか鑑賞する、まあ、うん、まあ美食学の梅さんがいる以上はしょうがないとか思って見てたら、まあ、まさかピンポイントで窓かまきが来るかと思ってやられたって思いましたね。いやいやいや、もうそれはもうほら、よくほら大本ブレイクって言いますけど、あの伏線と取る時はあの全然あのポジティブに、ね、ポジティブに伏線を張って、うんうん、そうですね、ありがとうございます。大本ブレイクか。この前のアントリーさんには非常に申し訳ないことしたな。あそう、俺もやっちゃった。あの昆虫図鑑の話ね。昆虫図鑑の話をなんかアントリーさんがし始めたら、なんか隅野さんがバーって言っちゃったんですよね、なんかね。そうですね、これこういう話を聞いたことありますしたら、あ、それラジオでやろうと思ってたことが一本終わりましたって言われて非常に申し訳ありません。まあまあ半分冗談だと思いますけどまあまあまあ、まあ、なんかね、こう頭の中のこのなんかこう山椒が引っかかるとついね言わずに我慢できないそう、痛くなっちゃいますよね。先検索引っかかったものを全部、はい、ピックアップする。そうなんですよ。発想と口が連結してるんです。水野さんみたいな。そうそう、水野さんもあのだから四字熟語言うましになってて、そういう状態でますね。なるほど。まあまあまあ、うん、そういう、そうだな、なかなかそう、まあそう、伏線とかって話って結構難しいなと思っていて、どこまでなら伏線で、どこまでなら台本プレイとか、それも聞き手として難しいところじゃないですか。これなんか、あ、この話するんだろうなと思って、うんうん、するんだろうなって思っまで思ってあの触れればいいんですけど、うんうんうん、これってこういうことですかって言って、あ、そうなんだけどさ、言おうとしたらなくなっちゃうとまずいからまあ、うん、それはでもなんか構成のを考える段階でどこまで相手が言ってくるかを、うん、もうどれだけ想定できるかっていうのはあると思っていて、うんうん、だからまあ、うん、今回の、そのゆるガクトハウスの最終選考は、まあ誰が来るかは知らされていたんですけれども、うん、二次選考動画が分かっていなかった人がほとんどなので、どんな感じのトークなのかもよく分からないっていう中で、だから台本がまあ難しかったですよね。どういうふうにリアクションしてくれるか分かんないで書くっていうのはなかなかに難しかったですけども、だからめちゃくちゃなんかあのレベルが無理やり上がるみたいな感じもしましたけどね。なるほどなるほど。まあ1時と2時でね、だいぶ雰囲気違う人もいますし、ね、違う人いますよね。やっぱり変わりますよね、一人で喋ると。いや僕とかも全然ただもうあのつぶたと喋っただけだったんであれですけど、レッさんが一番印象変わったかもしれないですね。うん、24時間ですね、以上にね、インチバインチ。いや、ありがとうございます。一番一位、そうそうそう。うん、まあでもそういう意味ではあのなんかあれですね、ロモさんとか、ね、あそうか、ロモさんめちゃくちゃ変わってますね。うん、怖い人かと思ったら最初なんかくちゃくちゃ黙ってから何学でしたっけ、カエルの組織解剖学、組織解剖学か、そうそう、脾臓を食べたいの話だして、うん、膵臓です、膵臓か、膵臓か、いやそうそうそう、くちゃくちゃ黙って食べてそのまま動画が終わるっていう衝撃の展開でしたもんね。愛知人選考で、あれはすごかったですね。ずっとなんか真顔でずっと淡々とボケ続けてて、虚空を見てました。堀本さんと一緒に喋るとなんかこうすごい笑顔で爽やかに喋る感じで印象が変わってましたね。そうですね、面白かったですね。そうそう、そういうのあるだろうな、確かに。まあそうですよね、だからもう2本目見てない状態で、まあ、ってそれこそ2本目、が、あのゆるガクトハウスの、1日目の夜、あの最終選考の1日目の夜に公開されたのが、はいはい、黒川さんなんですよ。はいはいはい。で、まあこれはあの知ってる方は知ってるかもしれないですけど、そのまあ
ものすごい寝不足の状態ですね。お酒飲んで雑談ラジオ撮って、はい、で1日目だし興奮してるし眠れない、あーでもあの黒川さんの動画上がってるから見ようって、なんか参考になるかもしんないしって、うん、こうでもそれで寝落ちするつもりだったんですよ。だけど、うん、あまりにも面白くて眠れなくて、うん、スタロンパスの面白いの話ですね。あれが最高に面白くて眠れなくて、うん、でそれで私はあのゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティに入ってるんですけど、うんうん、でサポーターコミュニティ内ではあのゆるガクトハウスの感想を書ける場所があるんですよね。で それであの黒川さんの動画の感想もみんなが書いてる中、あの、うんうん、面白すぎて眠れなかったから、あの明日の明日の朝って言ったから、まあ、明日の朝あの起きたら黒川さんに直接文句言いますって書いちゃったんです。でその段階では黒川さんが最終選考残ってることはバレてなかったんですよ。ああなるほど。それでやっちゃったってなってだから黒川さん、うん、だから黒川さんのせいで眠れなかったですよっていうつもりだったのに、もうあの朝あの黒川さんに会った時点ですいませんでしたっていやいや、それマドカマギカの話じゃないところじゃないじゃないですか確かに、ね、さん大丈夫です。あの二次動画が出た時点で、はい、黒川さんが鴨川に行ったのはみんなにバレてます、うん、まあそうですね、それはそう、もうとね、そうだからそれこそあのフィーリングパーソナリティで、うん、第5志望まで書いたじゃないですか。あ、はいはいはい、であれ私第1志望黒川さんでした。おーあーなるほど、そかそか、前日の、うん、前日ほぼほぼ喋ってないのに第1志望黒川さんにしちゃいました、うんうん、あー、はい、そうなんですね、なるほどなるほど。まあ、そうするとでも向こうからは選ばれる、まああのほらね、あの黒川浦下がここほら、うん、いやーラブラブですもんね、はい、ラブラブですもんね、あそこで吉野部さんも合わせて3人でも入る隙間がない、そうで第一が黒川さんで、第二が越山さんで、うん、第三が佐藤さんで、うん、第四に吉野部さん書いてたんですよ、うんうん、で第5が浦下さんかな、第5はちょっと自信ないんですけど、うん、へえなるほど。いやなんかそれこそ佐藤さんとかはね全然あの狙った組じゃなかったみたいなことも言ってたから、なんか順番としては別に選ばれてもよかったのかなって感じですけどね、そこをなんかあれ組み合わせでいろいろ考えたのかな、アルゴリズムはちょっと私も知らないんですけれども、うんうんうん、そう、そのアルゴリズムちょっとあの今度聞いとかないといけないですけど、さんにどういうアルゴリズムで使ったんですかみたいな、難しいですよね。そっかそっか。なるほど。まあじゃあそのでもそれをまあそれで実際まあ2本も取って、はい、最終的にまあこう3日過ごした後で、まあその中であえてまた10人の中で誰か組みたいなって思う人とかいます、組みたいとか、いやこの人に見たいっていう人がいたらそれでもいいですし。いやねそれはねちょっとね言えないね。あそっか。ネタバレになるから、うん、ちょっと言いづらいですね、まあ、でもなんか、そっか、そうね、でも正直なところその2泊3日の間はその切磋琢磨する関係性なので、あのもちろん 仲良くはなっていくけれども、あのなんかひりつく感じと言いますか、うん、あ、まあ、やっぱライバルとしての感覚もあると。いや決してあのお互いがこうライバルという感覚はないんですけれども、でもなんだろう、なんかあ誰々さんうまく喋れてるな悔しいとかあるんですよ。で、うん、ちょっとこれ言いたくないけど、私と吉野部さんが収録終わった、はいはいはい、直後、違うな、生態学を先に取ってその後料理学取ったので、うん、生態学の取り終わり直後で私に変わるまでのそのちょっとの間、うん、ちょっと椅子で場所変えたりとか、はい、なんか、うん、あじゃあこういう感じで始めますんで、はいはいはい、みたいなことを打ち合わせしてる間の時間に、うん、
その吉野さんの生態学の話っていうのが、うん、宿借りの話だったので、こう宿を交換するという話だったんですよね、うんうん、で私はそれなりに頑張って食らいついて聞きてやれたぞぐらいの気持ちで終わったんですけど、うんうん、その私の料理学に移るまでのちょっとの間に、夏希ちゃんがですね、はい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 、ズバッと宿の交換なんだから、で私が九州に住んでて吉野さんは関東に住んでると、はい、もうで夏希さんが言ったのは、私だったらもうじゃあ吉野さん九州引っ越しねみたいなこと言うよみたいなこと言ったんです。あ、それに言われたらちょっともうあやられたってなってなるほど、もう相場に奪いこと言われちゃったんですよ。だからある程度自信がある状態で生態学は追われてたのに、その一言でガラッって言っちゃって、うん、でも人は客観的に見れるからな。そう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 、オカメ八目って言葉もありますから、うん、客観的に、ねね、見てる人の方がいいアイデア浮かぶことはあるのは分かるんですけど、うん、でも、うん、でも言われちゃうとビビりますよね。それ言えたやんってなりましたね。はい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 、なるほど。いやそれ難しいな、うん、確かに。まああれですもんね、演奏会とかでも袖で聞く演奏が一番うまいって言いますから、ね、うん、自分の発表前の人の演奏が一番よく聞こえるみたいなのがよくありますけど、まあそういうことじゃないけど、まあなんかそうですね、岡部八幡見てなんか、うん、人の言われたことの方が結構良かったなと思ってしまうみたいな、絶対ありますね。そのなんか難しいですよね、それもね確かにうまいこと言われちゃったなみたいなのは多分あるもんな。難しいなあ。そうだな、まあ、そのこう微妙な関係性みたいなのもありますしね、うんうんうん、そのなんか獣理の中でもなんかまあ言うて競ってる部分もあり、うん、まあ、とはいえで仲良くしたい部分もあり。いやなんか競ってるって表現本当に的確じゃないんですよ。なんか別館の方々すごい大きな勘違いしてるなと思ってるのがあって、でもそれ言っちゃうとネタバレになるから言えないなと思っているので、でもねすごいね、なんだろう、どうやってラジオができるのかっていうところを結構何人かすごい勘違いされてるなと思って、そのどういう基準で選ばれるのかっていうのは明言されてないから想像するしかないのは分かるんですけども、正直堀本さんは本編中で言ってますね、そのなんだろう、ヒントになる言葉は結構言ってて、でだからどういう基準でまあ、ラジオっていうかこの組み合わせでなるのかっていうのを、うん、なんか分かってないなと思いながら見てますなるほど、ちょっと復習しないといけないかもしれないですね、前の書いたからね。まあ、むしろね、そうやって、ああ、いや、分かってないなって楽しめるのが私の特権なので。もう確かに、確かにな。ちなみにですけど、それは今振り返って自分はその場にいるときにそれを感じてました。ああ、これも、そうですね。まあ、ね、うまい言い方がないかな。どういう条件でラジオが、ラジオ番組が持てるのか、うん、チャンネルが持てるのかっていうのを本当に理解していた人はいただろうし、うん、勘違いしてた人もいると思います、うん、で勘違いした人はどうなったのかなっていうのもあるし、でそれはで私がどっち側だったかとかも言えないんですけれども、だから、まあ何をしにあの場所に来たのかっていうのをどれだけ理解してるかっていうのは案外キーなんじゃないかなって思いますね。なかなか こういうのは伏線ですか？伏線ですか？これはネタバレじゃないし、今後の視聴がますます楽しみになるような情報ですね、はい、あともうでも残すところあと3回ですね、うんうん、そうですね。いやめっちゃいい雑談会じゃないですか今日、はい、いい情報もらえますね、はい、へえ、そっかそっか、なるほどな、
はい、あ、時間もしあったら僕1個だけ気になってることあるんですけど、最初、一番最初の時ってみんなバラバラに入場してきて、おおみたいな、初対面みたいなふりするじゃないですか。でもあれみんな、うん、まさかバラバラに現地に集合してるわけじゃないような気がするんですが、あれみんなバラバラに来てるんですか？あのガチでバラバラに行ってます。ああそうなんですね。だから、何時何分に来てくださいって言われてて、で、もしもあの駅とかで出くわしてもできるだけ、交流しないでいただいて来てくださいって言われてます。ああなるほど、ね、あそうなんですね。もうじゃあなんかみんなで車借りて行こうぜみたいなのはなしなしです、うん、条件まあそうずれちゃいますもんね、うんうん、いやそこがずっと気になってたんで、なるほどそうだったんですね。はい、なるほど。じゃあまあやっぱそこの部屋に入るまではみんな交流なしで来て、はい、でかつ私は本当は 3,4 番目に入るはずだったんですけども、うん、あの電車を1本逃しまして、うん、はい、で、まあ、遅刻するっていう形で一番最後に入りました。はいはいはい、なるほどなるほど。なのでもうヘロヘロなんですよ、あの入場式まあそう入った時にね。そうですね、もうと、まあ、そもそも遠くから来てる、ね、そうですね、九州から行ったんでね一番遠いですよね、多分参加者。そうですね、はい。うんうんうん。いや、それはすごいわ。うん、なるほど。じゃあ、そこは別にやらせとかではなく、うん、もうそういう、あのまま、ああいう感じで。そうなんですよ。でも、それも、なんか、うん、あの、はい、ドア開けてくださいとか言われてるわけではなくて、あの玄関で、はいはいはい、あ、じゃあ、頑張ってくださいみたいな感じで送り出されてるので、え、あ、このドア開ければいいんかなみたいな感じで入ってます。なるほど、確かに確かに、のまとめも思いつかない。お疲れ様です。まあじゃあちょっとあのじゃあ皆さんのじゃあコメント欄にはあれですね、あのこんな選考基準であのパーソナリティ選ばれるんじゃないかなとかね、書いていただければいいんじゃないですかね、うん、はい、僕らもちょっとあの気づかなかったことはああってなることもあるかもしれないし、ね、まあ、後で見てもあこの人も分かってたなとかこの人分かってなかったなってなるかもしれないので、ね、それも面白いかもしれないですね。はい、そんな感じでじゃあコメント欄にどしどし書いていただいて、今回の雑談会は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ごきげんよう。